木村屋工房。なんか NPC から通信が来ましたね。内容は、それは、私が探している船だ。それは、大きな牽引力を持つ人だ。意味不明。まあ、私が探している、って言っているってことは、ちょっとスキャンしてみよう。ウォンテッドですね。あちゃ、見つかったか。ああ、海賊さんですね。多分ね。そういえば、ヘッドオンしてると FSDI ってどうなるんだろ。あ、素通りしていったわ。でも、後ろにつこうとしていますよ。やっぱり後方からしか仕掛けられないのか。止まってあげてるから早くして。戦うんですか？もちろん、お打賃稼ぎだよ。あ、始まっちゃいました。でも動かない。さすがに早いですね。お、機体制御も狂ってない。これは楽ちん。さてと、艦載機を出したいけど。この前 CZ に行って撃墜されたから、せっかく育てた NPC はロストしてますからね。足の遅い機体で行くべきじゃなかったと、今更後悔してるよ。動画に載せないのですか？いや、あんなしょうもない動画は出せないよ。それよりも、今は戦闘。一応、キルボレしておこうか。そうですね。どうせなら上乗せがある方がいいですものね。でしょ。さてと、まずはシールドを剥がなきゃ。今回はお試しでレールガン積んでます。で、ファイアグループの編集してなかった。ドライブって出てますけど。あ、これは敵機の V を狙ってるんだよ。ドライブはスラスターのところを狙うから、これが 0% になったら動けなくなるの。それは鬼ですね。いやいや、私が CZ で撃墜されたのも、ドライブを破壊されて動けなくなったところを集中降下されたんだから、立派な戦闘だよ。それもそうでしょうが、今回は私から喧嘩を売ったわけじゃないし、敵さんに文句を言われる筋合いはない。海賊に地図はありませんからね。どういうこと？よし、撃墜。おお、11万クレジットは良い金額ですね。お打賃としては申し分ないね。さて、マテリアル回収したら戻ろうか。特に盛り上がりもないし、ただ回収してるだけなので。おお、もうちょっと右か。この位置だ。お疲れ様でした。ありがとう。毎度、手動入港は緊張するよ。早く慣れてくださいね。わかってますって。では、着替えてきます。いってらっしゃい。ただいま。おかえり。さて、換金と。いくらぐらいの仕事だったのです？約66万クレジットだったかな。私としては、高めのサルベージを受諾したからね。毎度あり。さてと、じゃあ本編に行こうか。あ、今回はこれじゃなかったんですね。アサシン？そ、暗殺ミッションだよ。暗殺って、これは違法ミッションでは？いや、ちゃんと合法ミッションだよ。じゃあ、罰金とか賞金がかかるわけじゃないんですね。もちろん。なら良いと思いますが、ミッション1件で180万クレジットって。さあ、鬼が出るかじゃが出るか。どっちにしろ強敵であることには変わりなさそうだね。そうですね。あと、NPC がロストしたので、新しく雇います。
で、メール。うわ、きなこさん。ダダダダ大丈夫なんですか？このミッション。まあ、合法だし大丈夫だと思うよ。とりあえず着替えてきます。行ってらっしゃい。ただいまです。お帰りなさい。そうそう、今回雇った艦載機パイロットを紹介しなきゃ。あ、どうぞ入ってきて。はじめまして、鶴巻真希です。真希さん、ようやく契約できてね。今回から参戦してもらったよ。よろしくお願いします。役割分担としては、ゆかりさんはアシスタント、真希ちゃんは艦載機って感じでお願いね。了解しました。了解。さてと、現地まで4倍速で。しかし、この船も華やかになったね。私は、マキさんとこのゲームができて嬉しいですね。私も、ユカリンと一緒にゲームができて嬉しいです。その代わり私がめっちゃ苦労するけどね。さて、到着しましたね。おっと、もう到着か。こんな高額ミッションは初めてだから、何すればいいかわかんないや。とりあえず、整形スキャンしよう。これで惑星が指定されればいいんだけどね。手がかりなしだと、時間がかかりそうですね。おう、まさかの手がかりなし。あちゃ、これは、時間がかかるパターンだ。なんとか手がかりが欲しい。メールはすでに見てるし。とりあえず、ここにいる船を片っ端から、スキャンしていくしかないのでは？それもそうだね。じゃあ、私は、艦載機の座席に行ってるね。よろしく。ASP にアナコンダ、これは DB ですか？ASP ぐらいだと気楽でいいんだけど。私はアナコンダがいいかな。大型船と戦いたいよ。ちょ、やめ。私はあんなのとは戦いたくないよ。大型船だと、武装の数も段違いですものね。それを倒すのがいいんじゃないか。まあ魅力ではあるけど、できればこのミッションでってわ。FSDI ですね。これは、相手から来てくれたみたいだね。しまった、選手が特定できない。マキちゃん、とりあえず発艦して警戒してて。ゆかりさん、全部総展開。あと座席に座ってて。了解。了解しました。うわぁ、アナコンダ殿下。やったぜ。もう、マキちゃんがグラブ立てるからでしょうが。ユーミ、勝てそうですか？まだわかんない。シーゼット内にいるような NPC だったら、賞賛は低いかな。あいつらの機敏性と、暴力性は半端じゃないからね。キルボレする余裕は、なさそうだね。アンナビームの打ち方がありますか？あれは独立の自動照準みたいだね。あれやるとこじゃが怖い。てか、私の艦載機はいつ出してくれるの？うわぁ、出てなかった。早速シールドだ。さすがアナコンダだ。スルマスマス、出ます。了解。さすがにシールドも硬い。で、あんなに旋回性能いいの、アナコンダって。どうなんだろう、乗ったことないからわかんないな。急いでさっき。大丈夫、ディフェンダー持ってきた。おい、自動迎撃装置ですね。いいな、私のはビームとかだよ。それでもないよりマシでしょ。まあね。てか、さっきのでなんか故障したみたいなんだけど。ビームレーザーが故障したみたいです。撃てなくはないですが、ドキドキ同士しないかもです。お、こんな時に。ちょ、ユーちゃん、ミサイルがこっちに来たよ。さあ、BCM まで積んでるのか。再度シールド消失。一旦動くわ。いや、この息なら仕掛になるわず。逃がすか。いつの間にか、整形検索も来てたみたいですね。これでヘイトが分散するよ。やったね、ユーちゃん。ああ、ここに来て分散するのはありがたい。さあもう、弱だうざい。デッキのシールドにもう少しでやれます。頑張って。了解。ここで落ちた故障の可能性がある。タイミングを見た。と言っても、警察はアナコンダから離れようとはしないか。ユウちゃん、落ちたの？いや、ミサイル撃ちたいけど、このタイミングで撃つとタグが警察に行きそうだから撃つに撃てない。前に遠距離で発射したら、2発とも警察に当たって賞金かけられてましたね。
そうそう、結局また戦場に飛ばされたよ。あそこから戻ってくるのもひと苦労なんだよな。ちぃ、なかなかタイミングが。こうなったら、あれだ。みんな、大処理隊で。何言うちゃん、もしかして。よし、20% は持っていったぞ。こっちも 5% がかなって言われましたよ。なら、勝ち引きでこっちの勝ちだね。どんな問題？ダメだ。早く何とかしないと。あら、ビームじゃないビームじゃない。あと、パワープラントパワープラント。あった。どうしてパワープラントに？いくら大型船でも、能力源を壊されたら終わりだからね。なるほど。ドライブ2本にも狙うところがあるんですね。そういうこと。敵アナコンダ、大攻撃残り 38%。残り 24% に増えたよ。ビームが展開される前にも決めるか。え、邪魔、射程上に入らないで。残り 15%。10% 切ったよ。よし、もう少し、もう少しだ。さよなら、アナコンダ。おぉ、やったよ、ユウちゃん。敵アナコンダ、耐久値 0% です。死してなおビームを打つか、敵ながらあっぱれ。23万クレジットですか。合格ではありますが、こう、別の感情がありますね。初登場で、かっこいいところ見せれたからよかったよ。二人ともお疲れ、そしてありがとう。では、いつものように、マテリアルを回収して帰りましょうか。はぁ、疲れた。仮眠室で寝てるね。了解了解。んじゃ、ちゃっちゃとカットしますか。了解しました。お、ここまで戻ってきたんだ。マキちゃん、おはよう。む、マキさんは休めるのに、なんで私は休めないんですか。じゃあ、それ変わろうか。あ、お願いします。んじゃ、着いたら起こすよ。はい。マキちゃんお疲れ、助かったよ。なんのなんの、私もアナコンダと戦えて楽しかったよ。ただ、時々出番がないかもだけどね。え、そうなの。うん、次は昨日のサルベージを動画にする予定だから、艦載機の出番はないんだよ。じゃあ、SRV に乗ればいいんだね。車両もギュンギュン乗り回すよ。お願いできる。任された。やっべ、これ私の出番がなくなるパターン。ん？どうしたの？難しい顔して。いや、なんでもない。しかし、オートドッキングは楽でいい。この狭いエアロックを止めるのは、一苦労だもんね。あと、着艦パッドの位置も把握しづらい。だね、一応同じは出てるみたいなんだけど、ハットに表示してくれるともっと楽だね。そうそう。あ、ゆかりさん起こしてきてもらえる。あいよ。さて、あとは換金と、養う人間が増えたし、もっと稼がないとね。私も大型船に乗ればもっと快適だろうし。でも、アナコンダか。いいな。そう思うなら、無駄遣いをしないことですよ。あ、おはよう。だって、地上探索用に専用の船を作りたかったし、星系探索用にも併用させたかったんだもん。え、どういうこと？この人、SRV とディスコバリースキャナーを乗せるために、インペリアルクーリーを購入して、パワープラントとかオール A で揃えたんですよ。いいじゃん、用途別に揃えたいもん。あ、ゆうちゃん、それ今度乗せてね。うん、いいけど、私はどうしよう。仮眠室行き、かな？やっぱり出番がないんじゃないかよ。